ここは西暦2120年の世界。20世紀後半から始まった少子高齢化はその後も着実に進み、その結果、学校の一クラスあたりの生徒の数、1人対して教師の数12人。そう、世はまさに大教師時代。ペー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 。はい、シャーでーす。はい、ということで、なんと世界は今空前の少子化ブームということでですね。ブームで、まあ、オープニングにあったと思うんですけども、なんと生徒がもう今一クラスに1人しかいないと、はい、でそれに対して教師が我々もう12人ぐらいのもう割になると俺調べてなっているんですけど、はい、まあ、というわけで、でもそれがなんか悲観すべきことじゃないよっていうことを証明したいわけです。というわけで今回は、大人数教師なら子供の学力倍増する説です。まあその名の通り、今からですね、1対1で授業してもらうのと、1対12人で授業してもらう、してもらうの。どっちがより学力向上するのかというのをね、今から検証していきたいと思うんですけれども、チーム全時代は、読谷先生、はい、一人でやっていただきます。はい、まあ、大丈夫でしょう。人より数学たくさんやってるし、匠だけに。チーム一人っ子がこの我々12人です。俺ら一人っ子って言ってるよ。少子化だということで、今からもう早速やっていきたいと思います。というわけで、ハンナーテン is my next。はい、それでは今からチーム年金対、チーム一人っ子の試合を始めたいと思います。授業時間は45分ハーブ。今回の授業範囲ですが、微分積分。では、呼び乗り君、表が出たら微分積分、裏が微分。オッケー。読みなり積分、一人っ子、微分で試合を開始したいと思います。両者、礼お願いします。それではチーム年金45分ハーフ、用意。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあまあ、多分おそらくこのパートほとんど早送りになるから、普通に勉強してみて、これからのまあ吉田と思ってくれたら、はい、OK です。じゃあやっていきましょう。撮影はあんなふざけてたけど、先生黒板の前に立つと死ぬほど面白くなくなるから頑張って。X2 乗ってここまで書けたら教えて。はい。これどうなるか分かる？ X3 乗。そう。で、3分の1。あ、完璧です。これで100点。終わりですか、これで。うん。答え。そう、セクション。いや、答えなんですか？うん。はい。これで、今まででも書いてなかったけど、本当はこういうことになるので、これを別に中に書いてだけだから、ここは変わらないよ。はい。で、あ、じゃあ、前さんどっか行くんですね、その書くときって。書くときなくなっちゃう、ベースになるときは。こうならない。マイナス1とかって、プラスの1なんだって知ってる。あ、そうですね。2の1になる。これ、分数の計算できる？やるだけ。で、数字がついてるからこうやってやるだけ。書くんだ。なんだよお前。ただバイブレーションがあるだけだから。できるところまで自分でチェンジしてるのに、ね、
数学が楽しくて笑っちゃうよね。先生もいつもそうだよ。ちょっと、悪いですよ。スライディングがなかったね、今の。結構マークされちゃった。これまた分数に直していい。 x のマイナスの事情ってある。少子化が進むと時計がでかくなるんだね。やりきったわ。え、まだ文系理系決めてないでしょ。うん、国語とか読んでと算数とか今の気持ちとどっちやりたい今後。国語です。それではチーム一人一個45のハーフいきます。用意。求めるもので、この関数に x の値を代入すると、その傾きが求まる式のことを言います。ね。じゃあ、ゆうぽんちゃん、はい、実際に計算やっていこうか。今から例題を出すよ。心して引っかかってね。fx イコール x の2乗という式がありまして、これを今から微分します。確かにさっきの言われたけどめっちゃいい感じなんですけども、これだと授業進度が自分だけで1学期が終わってしまうんです。もうちょっとテンポ上げていきたい。はい、作戦中断スタイル。ゆうぽんちゃん、はい、今からですね、好きな先生のところに、質問しに行ってください。なんかまず問題出してほしいです。ああ、問題出してあげよう。 y イコール5 sin x でしょ。そうだよ。これをじゃあ解いてみよう。わからなかったら中断に聞いてくれ。え、なんか一番わかりやすかった人に聞いていいですか。あ、ぜひ。全員が止めてください。おお、すげえ。普通に嬉しい。普通に嬉しい。まあこれ、一旦ちょっとサインって読むんだけど、これで一応微分完了。多分ね、これをね、サインに戻してくれる先生がどこかにいるから。じゃあ、ゆうぽんちゃん、どうしたんだい。なんか、サインに戻してください。なるほど、それを知っている人なら、確か西の方にいた気がするな。RPG の人。もう一回ゆうぽんちゃん聞いてみようか。サインに戻してください。それを知っている人なら、西の方で見た気がする。RPG だ。一旦流れ変えたいんで、メンバー投入しますか。そうしよう。じゃあ審判の選手交代します。
失礼。で次、フォーメーション矢倉。はい。じゃあ続き教えていこう。はい、何止まったっけ。これです。じゃ次それ置いといて、置いといて、それはもう一回これを話していこう。 y イコール x3 乗マイナス 3x。 じゃあ微分するときなんか マークつけたらちょん。じゃあ、おそう、下に y って書いてその上にちょんつけよう。はい、 y を、これはもう勝った2パーは解けた。いいよ、まだいけるよ。3、そう、X そのままの X3 を、いいよ、ライマイよ、ライマイよ。3、2、そう。じゃあ次、フォーデーション SP。 はい、誰も知るんすか。 SP しかいないです。はい、よし、いいか。はい、それじゃあ次はイコールゼロの解剖さ、イコールゼロになるような X、 どんな X だと。どんな X とは。どんな X。 よし、ストライス、よし、バズイ、ウソク、バムラ、かわいい、かわいい、この問題諦めましょう。右上の数字を、お、4、そこまでだ。それ以上は危ない、それ以上は危ない。もう微分のあり方教えたから、最後、花道で復習事項だけ。はい、行こう。じゃあフォーメーション花道。はい、はい、よし、じゃあリボン、はい、取るんだ。リボンおめでとう。微分ケース忘れてない、絶対な。おめでとう、いけるよ。ありがとうございます。絶対いけるよ。それでは今からテストを始めます。回答用紙は2枚、回答時間は2枚込みで、10分。それでは用意、やばい。なんかいろいろ混ざってる。問題訂正入ります。はい、右上の登録者の欄なんですけども、はい、登録者は、1000のくらい下購入で10万人の形で答えてください。下購入ただき、あれ、下購入はよく使うと思うんですけどね。試験終了。はい、解除します。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、それでは今からテストを返していく 1D&U ポン。はい、それでは U ポンさん、はい、テストの点数を読み上げてください。まず1枚目0です。何ですか。これは微分です。じゃあ2枚目の積分点数、はい、積分お願いします。0です。花田デューサスの著書が4月上旬に発売されます。数学で悩みを解決する新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので概要欄からチェックしてね。予約してね。予約してね。頼むね。よし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 。はい、ということでチーム年金対チーム一人っ子、0対0、両者引き分け、両者0。ありがとうございました。ありがとうございました。
じゃあめちゃできとる、おすごい、めちゃできとる、できてる、ほんとだ、惜しかったよ、でもね、財源だけだ、ほんま、あ、惜しいわ。ということで、結果なんですけどね、読み乗りは大したことないけど、いや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 、これはどっちも0点じゃないですか。どっちも0点ね、まあ、だから、まあ、言ったらまあ次元が1つ増えたというか、まあ僕積分なんで次元が1つ増えたというか、あざした。最後のスポキだ、引っ掛けたアンパンシークレットシークってない、はい、あざした。ピヨ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 。